卓球の世界ランク上位選手が集結する女子の WTT ファイナル、15日開幕、愛知、武田手場オーシャンアリーナ、の組み合わせに、中国が大注目だ。13日に発表されたシングルスの組み合わせでは、1回戦で世界ランキング5位の早田ひな、日本生命、が同3位で東京五輪女王のチーム、中国、と激突。また同14位の張本美和、木下アカデミー、 1> 同1位のソンエサ中国と対戦するまた同10位の伊藤美誠スターツは同11位のアドリアナ・ディアスフエルトリコと対戦するこの組み合わせについて中国メディアソフはすごい決戦だ孫エイサは超本とチームは早田ひなとまさに卓球界の頂点がぶつかる今年のファイナルは本当にエキサイティングだと報道した 孫と長本の試合について、コート上での対戦は火花が散るようなもの。多くの人が夢見てきた対戦だ。この二人の若き天才の間で、本当の覇者は誰なのか。試合前の緊張感が伝わってくると記述。陳と早田についても、我らが陳にも厳しい戦いが待っている。相手は早田だ。いつも接戦になり結果は予想がつかない、と注目。 ディアスと対戦する伊藤についても、激しい戦いとなりそうだ、と記した。パリ五輪出場へ、中国勢にとっても負けられない大会。白熱した試合が繰り広げられそうだ。トースポウェブ。